国民の生活が第一なんて政治はですね、私は間違ってると思います。国民の一人一人、皆さん方一人一人が自分の国は自分で守り、そして自分の国を守るためには血を流す覚悟をしなければならないです。稲田朋美ちゃん、国民の生活が大事っておかしくないよ。逆に国民の一人一人が血を流す覚悟っておかしくねえ？あれ？あれ？あれ？わかったわ。根藤芳蔵が間違っていたんだ。明日からまともになる。